どうも皆さん、こんばんは。えー、っと、今回はですね、フォートナイトで出てたアップグレーストスーツとゴーあの、ブラックゴールドスーツをね、このマーベルスパイガーマンと比較してみようというコーナーに、コーナーでございますと。やっぱりリアルさはこっちの方が勝つとは思うんですけど、トム・ホランドの顔がついているかどうかっていうね、付加価値がフォートナイトにあったりなかったりするので、その、二つのゲームを、 比較していこうかなと思います。まあ、アベンジャーズにはまだ着てないんで、マーベルアベンジャーズには着てないんで、この二つの比較にはなりますと。では、早速、フォトモードを使ってみていきましょう。はい、まずは、アップグレードスーツからです。やっぱりね、目の部分が決定的に違うかなという感じですね。このね、上の質感とかは、 ホートナイトでも結構再現されていたと。まあ、一通り見て回るんですけど、ウェブシューターとか、この、ゴム感というか、質感はね、やっぱ、この、マーベル・スパイダーマンってすごいんだよね。まあ、どの映画のスーツもそうだけど、かなりクオリティが高いと言える、この、マーベル・スパイダーマン。ただ、ホートナイトもかなり高次元で再現してきているので、 非常にすごいんじゃないかなと思います。さあ、それでは、フォートナイトを見ていきましょうか。さあ、フォートナイトにやってきましたアップグレードスーツですね。えっと、まじまじと見ていきましょう。まあ、ちょっとぼやけるんですけど、 まあ大体ね、やっぱり再現は高い。再現度は高いです。この上の網目模様の質感といいね。まあゴムの質感といい。非常に再現度は高いです。ただやっぱり、マーベル・スパイダーマンと違ってね、これはキャラクターの、あれかな、描画的な、 解像度というか、そういうのはやっぱりマーベル・スパイダーマンの方が有利だなーっていうのを感じますね。ウェブシューターとかね。一応どっちも 4K ではあるものの、その、元々の、このフォートライト自体の、ま、システムというか、アクションゲームではないっていうのがね、あるので、そこのグラフィックの差は、 多少は出ます。で、目の部分がやっぱ違うかな。まあそんな気がするね。あとは他は特に気になる部分はなくて、ちゃんと腕のウェブシューターもね、内蔵型になっているのも非常に高ポイント。かなり再現度は高いですよ、これ。でこのホータイトのアップグレードスーツっていうのはやっぱ付加価値がいろいろあって、 エモートがいっぱいある。マーベル・スパイダーマンではエモートなんでね。まあ下に降りてというか街歩きながら、なんか適当に挨拶する、ああいうのしかないんですけど、こっちはいろんなエモートがあります。そこが魅力です。まああとは、このようにマスクを外して、トムホの顔が見られるっていうのもね、 非常にふく、あの、でかい、フォートナイトの加価値なんじゃないかなと、思います。本当にこれはでかいよね。マーベル・スパイダーマンは、マスク外せないんで、外せるのがやっぱりい,い。いやー、かっこいいな。トムホいいよね。なんか今ちょっと <laughs>、見ちゃいけないものを見た気がするんですけど。まあ、こんな感じで、ね、非常に。 最高なスーツです。で、今ね、マトリックスのエモートも出たりしているので、それを使っ、使うとサングラスをかけたトムホが見ること、トムホを見ることができます。マトリックスのこちらのエモートをスパイディーに使うことができるっていうのがね、結構面白いんじゃないかなって思ったりするんですよね。あとはネオのバレットタイル。有名なあのシーン。これをスパイディーでできちゃったりするっていうのがね、個人的には かっこいいなと思います。なんでマトリックスが来てるかというと、アンリアルエンジン5で、マトリックスのゲームデモみたいなのがね、あるので、おそらく来たんじゃないかなと思います。さあ、それでは、ブラックゴールドスーツ行ってみましょう。さあ、続いては、ブラックゴールドスーツです。このスーツは、まあ、決定的な、あの、フォートナイトと違いがあります。 見てわかる通り、配線がね、このマーベル・スパイダーマンではびっしりとあるんですよね。まあ、どっちが劇中を再現しているのかは、映画を見てみないとわかんないんですけど、この配線以外にも、この右手につけられた何かの魔術的なもの、まあ、これもあると。フォートナイトは本当にね、配線とかがないので、 アップグレードスーツをただ裏返した感じになっておりますが、こっちではちゃんとね、あの、劇中で出てきたこの謎の装置というのが付けられています。あと配線がね、やっぱ、印象的かな。まあ、この配線は、好みが分かれるとこではあるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、マーベル・スパイダーマンは、こんな感じになっています。 ま、特に、目の部分が違うかな。それでは、フォートナイトの方に行ってみましょう。さあ、フォートナイトにやってきました。で、マーベル・スパイダーマンとやっぱ比べてわかるのは、配線。まあ、細かな部分ですね。まあ、違ってますね。この模様の部分が、ちょっと近づくとぼやけるというか、そこまで、この模様の部分がね、 解像度高くなかったり、右手にあのガントレットみたいなのがついてなかったりと。まあ、そこの違いがあったりします。やっぱ配線好きな人はね、まあ、結構いると思うので、あの配線が欲しかったなという人は多いんじゃないかなって思ってます。ただやっぱりこっちもね、あの、マーベル・スパイダーマンと違って、トム・ホランドの顔が見れるというのが、こっちにあるので、まあ、そこの差はでかいんじゃないかなと、 思いまーす。マスクの部分ちゃんとね、なんか、あるんだよな。あとはね。でこちらも同様に顔、まあ、目の部分がね、違ってくると。まあ、ウェブシューターのとこは一緒かな。 ま本当は劇中でこっちの方が先に出たりするのかもしれないんだけど、まあ配線剥き出しが劇中再現なのかはまだわからないんですが、やはり、いいですね。このフォートナイトで、このブラックゴールドスーツが使えるってのは非常に嬉しい。お尻の部分には模様はないです。痒くなるからかな。 まあ、そんな感じかな。まあ、ただ、やっぱりウェブシューターを使う際には手が赤くなるので、まあ、手が赤くなるというか、普通のウェブシューターの手袋をしているような感じになっちゃうというのがちょっと残念なところではあるかな。まあ、ただ、クオリティはめちゃくちゃ高いです。なんでね、よかったら皆さんも、この、 MCU のスーツ、まあ、バンドルですね。まあ、前回の動画も言ったんですけど、まあ、マーベル・スパイダーマンとこう比べてみても、まあ、遜色ないぐらいのね、クオリティなので、非常に高いクオリティなので、ぜひ好きな方、ォートナイトやってるよっていう方は、買ってみてください。まあ、あと、ホートタイトをやってて、そんな、まあ、ないっていう人、まあ、や、 やってるけど、あんまやってない。ま、週一とか、まあ、友達でやるぐらいで、なんだ、バトルパス上げるのはしんどいけど、スパイダーマン好きなんだよね、みたいなね。人にもこのスーツはうってつけになっているのでね。そういう方も買ってみてください。この、顔がついてきます。今ならこの顔がついてきます。<laughs> それはちょっとおかしいんですけどね。はい。まあ、そんな感じですと。それでは。 今回はこ,のここら辺で、また次回の動画でお会いしましょう。